さん、ポコニャキは。今日も、とあるハイフワールドに遊びに来てるわよ。この街並みと、とても高い壁、ミカサの付近。もう何のハイフワールドかわかるわよね。そう、今回は、進撃の巨人のハイフワールドです。この志願しなくの街並みを見て、早くも興奮気味です。早速探検に行きましょう。ちょっと待って、何一人で行こうとしてるんだよ。そうだぜ、私とポコニャンを無視するなよ。やめて、この街並みでこの BGM を流さないで。わかったから、この世界観だけは崩さないでね。たく、初めからそうしてればいいんだよ。まったくだぜ。さあ、じゃあこの志願しなくのガイドは、私、霊夢アッカーマンがしていくわね。霊夢アッカーマンって誰だよ。まあ、いいじゃないか、ポコニャン。こいつはそれだけ進撃の巨人が好きなんだろうよ。そうよ、志願しなくを案内できるのは、私を置いて他に誰もいないわよ。なんか納得しきれないけどな。まあ、あんたが納得しようがしまいが私は行くわ。うん、きっとそうだろうと思ってたよ。しかし、すごい数の家だな。しかも一軒一軒作りが違うわよ。たとえクリエイティブだったとしても、僕には真似できないよ。作った人を尊敬するよな。一応制作者さんのリンクも貼っておくので、気になった方は動画概要欄からどうぞ。もしかしてこの家のどこかに、エレンの家もあるのかな？もちろんあるわよ。マジで？まあ、それは最後のお楽しみってことで。今はこの街並みをぐるっと回ってみましょうよ。ちょっと待って、なんか見えるんだけど。これは、超大型巨人だな。さすがの存在感よね。この超大型巨人って、もう進撃の巨人の顔だよね。確かに、ある意味主人公のエレンより有名かもね。私は女型の巨人の方がかっこよくて好きだけどな。わかってないな、マリサ。鎧の巨人の方がかっこいいに決まってるじゃないか。私も女型の巨人の方が好きよ。ぐぬぬ。そういえば、女型の巨人といえば、ちょうど生声のチャンネルで戦ってる最中じゃないか？おう、そうなんだよ、マリサ。ポコナカゲームズの方では、ちょうど今女型の巨人と戦っているよ。念のためそっちのリンクも貼っておくね。でも、これだけ同じがガラ空きだと、思わずそぎたくなっちゃうわよね。ダメだよ、何言ってるんだよ、霊夢。あはは、冗談よ冗談。ちょっと言ってみただけよ。たく、霊夢が言うと冗談に聞こえないんだよな。でも、中身はちょっと気になるよな。中身？まあ、原作では中身がわかってるんだけど、空気の読める私はあえてネタバレは言わないわよ。マジか、じゃあせめてこいつのうなじを削いでみてくれよ。だあ、なんでその流れになるんだよ。てめえら全員チクしてやる、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 チクしてやる。はぁ、はぁ、私は一体何をしていたのかしら。覚えてないの、霊夢。全く覚えてないわ。どこまでは覚えてるんだ。駆逐してやるって言いながら、一心不乱にうなじを削いでいたところまでは覚えているわ。それ全部覚えてるじゃないか。うん、それが記憶の全てだぞ、霊夢。あ、じゃあめっちゃ記憶あったわ。それはそれで恐ろしいけどね。まあ、調査兵団たるもの、巨人のうなじを発見したらそがずにはいられないものなのよ。お前は調査兵団じゃなくて貧乏巫女だろ。よし、じゃあ超大型巨人にさよならをして、また街並みを眺めてみようか。へいへい。あ、走行してるうちに、日が落ちてきそうだね。おう、ということは、夜景が見れるってことだな。志願しなくの夜の街並みとか、ファンからしたらよだれものね。しかし PC の処理が追いついてなくて、なかなか視界が広がらないな。そりゃあこの空間にこれだけの建築物があったら重たくもなるよ。念のため軽量化モッドも入れたのにダメだったわね。入れてない時はもっとひどかったもんね。さあ、そろそろ街の明かりが目立つようになってきたな。露出してる松明とかは一本もないわね。ほんとだね、制作者さんのこだわりがすごいね。じゃあ、ちょっと一度降りてみましょうか。そうだな、歩いて探索するのもいいかもな。この目線になって改めてわかるけど、一個一個の作り込みがほんとやばいね。どのオブジェクトにもちゃんと意味がありそうだよな。地面も決して一色や二色にしないものね。ほんとだ、見れば見るほど細かいよね。じゃあ、そろそろエレンの家に案内してくれよ。あ、忘れてたわ、お前が移動役失格だな。っていうのは冗談で、もう見つけてあるから移動してみましょうか。最初からさっと移動してくれよな。じゃあ、早速上がっていくわよ。おう、この感じなんだか見覚えがあるよ。上から眺めるのもいいけど、やっぱこうやって歩いてみるのもいいな。さあ、着いたわよ。早っ。ここがエレンの家か。
なんだかワクワクするな。エレンの家って聞くと、どうしても地下室が気になるよね。ああ、お父さんの秘密の部屋か。その辺も再現されてるのかな。まあ見てのお楽しみよ。この辺りは、台所かな。おお、隅っこになんかくぼみがあるぞ。地下室へのはしごだ。じゃあ、お楽しみは後にとっておいて、先に2階を見てみましょ。ええー、めっちゃ気になるんですけど。そうだぜ、早く地下室に行こうぜ。まったく、しょうがないわねー。じゃあ、お望み通り地下室に行きましょう。おお、何やら薬がたくさん並んでるな。怪しげな実験でもしていたんだろうか。奥にも何かあるわよ。おお、妙なものを栽培していたんだね。エレンのお父さん、ここで一体何をしていたんだろうな。まあ、原作読んでればバッチリわかるけど、アニメではまだ語られてない部分だからね。ネタバレになるから言いたくても黙っておこうか。視聴者さんもコメント欄にネタバレになることは書かないでくれよ。じゃあ、まあこんなとこかな。じゃあ、今回の進撃の巨人のハイフワールドいかがだったでしょうか。かなりの再現度にびっくりだったよね。また面白そうなハイフワールドを見つけたら、不定期で遊んでいきたいと思います。あと、生声チャンネルの進撃の巨人が、もうすぐ最終回だからそっちもチェックしてみてくれよな。概要欄にリンクを貼っておくわね。それでは、今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくなんだぜ。なお、ポコニャンの限定メルマガに登録すると、ポコニャンの動画など、最新情報やお得情報がメールで届くわよ。気になった方は、ぜひメルマガ登録をしてくださいね。チャンネル登録は左側をクリック。メルマガ登録は右側をクリックするんだぜ。スマホ、タブレットの方は、動画の概要欄にリンクを貼っておくので、そちらをタップしてね。それではまた、明日の動画でお会いしましょう。この次も、ゆっくりしていってね。